ツナ缶と卵ありますか？さっと炒めてふんわり焼き上げる。朝から幸せの朝食。たーんと召し上がれ。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、大満足できて笑顔になれる朝ごはんレシピを紹介させていただきます。あっという間に作れるね、スペイン風オムレツなんですが、めちゃくちゃ簡単でうまいです。本当朝から幸せ気分になれますのでね、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。卵2個。今回のお料理はスペイン風オムレツなので卵を用意してください。玉ねぎ半分、まあ中ぐらいの大きさのもので構いません。こちらツナ缶、どこのメーカーのツナ缶でも構いません。こちら内容量は 185g、 業務スーパーさんで買ってきました。安くて量が入っててお得ですね。はい、そしてこちら、あのシュレッダータイプのチーズ、ピザなんかに使うやつですね。こちらも適当に一つかみわさっと用意してください。はい、そして味付けに塩と胡椒を少し使います。材料は以上です。まずは卵、ボウルなどに割り入れて、こちら卵はしっかりと溶き卵にしておいてください。はい、しっかりと卵を溶きほぐしておきます。お次は玉ねぎ、こちらもできるだけ薄くスライスしておいてください。はい、こんな感じで玉ねぎはスライスしておきます。薄くスライスした方がね、全体的に絡んで食べやすいので、できるだけ薄めにスライスしておいてください。はい、こちらツナ缶は蓋を開けて、はい、よっと、いつでもね使える準備しておいてくださいね。まずはお鍋を用意していただいて、このツナ缶のオイルをね今回使って炒めていきます。適当で構いませんので、まあ大さじ1杯ぐらいフライパンにオイルを入れてください。残りのオイルはもうしっかり切っておいてください。はい、フライパンにツナ缶のオイルを入れましたら、まずはフライパンを中火ほどで温めて玉ねぎを炒めていきます。フライパンが全体的に温まりましたら、スライスしておいた玉ねぎ入れてください。ここでね、全体的に混ぜ合わせながらしんなりするまで玉ねぎを炒めて、このツナ缶の油を玉ねぎになじませてあげます。はい、こんな感じで玉ねぎが全体的にしんなりとしてきて油が回りましたら、弱火にしてください。そこへこちらしっかり油を切っておいたツナ缶入れちゃってください。はい、こちら全体的にほぐしながら玉ねぎと混ぜ合わせて炒めていきます。火力は弱火に変えてくださいね。ある程度ツナ缶と玉ねぎが混ざり合ったら、塩コショウで下味をつけます。はい、まずはお塩、この辺の塩加減はお好みで行ってください。はい、黒コショウいきます。普通のコショウでも大丈夫です。私コショウ好きなんで結構たっぷりいっときます。下味をつけたら全体的にさっと混ぜ合わせて、まあ1分ぐらいねしっかり炒めてください。はい、こちら玉ねぎとツナ缶全体的に馴染んできましたら、こちらね用意しておいた溶き卵を流し入れます。もう上からでいいんで全体的に流し入れてください。はい、 OK。 はい、あとはね火力弱火のままで蓋をします。よーどかーん。この状態で蒸し焼きにしながら、そうですね5分前後
様子を見ながらしっかり全体的に火を通していきます。はい、こちら弱火でじっくりとね、まあ5分ぐらい蒸し焼きにしていただいたら、うれ、こんな感じ、しっかりねふわふわの状態に火が入ります。そしたら最後仕上げ、こちら用意しておいたチーズを上から全体的にパラリとのしちゃってください。もうチーズの量はお好みで構いませんのでね、好きな方はたっぷり、ちょっとカロリー爆発しちゃいますけど、のしちゃってください。この状態で再び蓋をして、まあ1分ほど様子を見ながら、もう上のチーズがねとろっと溶けたら OK です。そうしましたら完成なんでね、盛り付けていきます。はい、さっと加熱して、うわ美味しそう、こんな感じ見て、チーズがとろっと溶けたら、こちらこれで完成。はい、あとはもう火を止めていただいて、ちょっとね周りからゴムベラなんかで綺麗に外していただいて、器に盛り付けていきます。いやー、めちゃくちゃうまそう。あとはフライパンごとスライドさせていただいて、器にドーンと盛り付けちゃいましょう。うわー、うまそう。はい、これで完成。ふわふわ卵にチーズがとろっと流れる玉ねぎとツナ缶のスペイン風オムレツ、ちょっと幸せになれる朝ごはん、ぜひお試しください。それでは、今日もうまそう、いただきます。